トリミユン。それでは続いてのニュースです。独り身の男性に朗報です。何？幸せな時間を過ごせるある新しいサービスがスタートしました。それは女性とデートを体験できる新サービス。すごい。利用は事前予約制。ホームページ上から出勤スケジュールやキャストのプロフィールを確認し、指名することもできます。コースは利用時間に合わせて3種類。体験1時間コース、料金は4500円。すごいな。ときめき3時間コース、たっぷり5時間コースなど、さまざまなデートプランで楽しい時間を過ごすことができます。最近の若い男性の方が草食が叫ばれてると、女性はあまり強く誘うことができない、そういう人たちに向けて女性とお出かけするという経験だけでも提供できればいいんじゃないかなと。本当に。さらにデートでキャストを楽しませることができると。好きです。は？キャストから告白され、次回の指名料が無料になる逆指名もあるそうです。独り身の男性にとっては最適なサービスと言えるかもしれません。画期的なサービス、これからも見守っていきたいですね。この後も B 級ニュースが続きます。さあ見ていただきましたけれども、怖すぎますよ最後の、レンタル彼女もあるんですね。だってあれで好きですっていうのは、あれは次の指名料が無料になる、ただそれだけの言葉なのに、うん、本気にしちゃう男の人がいるかもしれないじゃないですか。本当に延長延長みたいな、その、はい、時にできんのこう。多分できると思います。意見は、はい、ただなんか蛍原さんが本当に聞きたいのはそういうことですよね。その高橋君、はい、あなた本当鋭いね。延長だけで聞くのかと。特別なサービス、特別なサービス受け入れるんじゃないかと、これついつい思ってしまうんですよ。これ一切ございません。そういうのない。ほんで桜のお客さんで、キャストがそういうことしないかどうか一旦採用のテスト期間中に確かめてから採用を決めるという、きっちり決めてるわけやね。そんなのこれが今ちょっと流行ってるみたいですね。流行ってるんだ、はい、日本ももう終わりですね。でも私は逆に野郎の気持ちがちょっと分かっちゃうだけで、ダメなんですよ。おっさんに一人で買い物行っても、なんかうちあんたの来るような店じゃないよ的なこうリアクション受けるから。どこでそんな扱い受けたんですか。そんなんばっかだよ。だって意外と男性はね、興味ありましたけど、高島さんなんかはやっぱ性格上絶対嫌ですよ。もうもし逆のがあっても絶対頼まない。そんなの、めちゃくちゃイケメンなんですよ。絶対どうせ役立たずに決まってるから。役立たずに決まってる。もう説教ですよ1時間読んで説教ですか。そこ座れって1時間、うん、人間とはみたいな。これは辛いでしょうね、もしバイトで説教されたら。まあさあということで、今夜もですね、様々